皆さん、美女ダイアリーへようこそ。今回は新時代エース井上凪さんをご紹介します。動画をご覧になった後、高評価、チャンネル登録、コメントをぜひよろしくお願いいたします。井上凪さんは2005年生まれの現在19歳の女性アイドルグループ乃木坂46のメンバーです。高校時代は弓道部に在籍しており、部活動に打ち込んでおりました。弓道部に入部した理由については、自身の名前が凪で弓道も和弓と呼ばれたりすることから、自分の名前が入っていると縁を感じて始めており、もともと日本っぽいものをやってみたかったという思いもあったそうです。井上さんが乃木坂のオーディションを受けようと思ったきっかけが、自分を好きになるために挑戦して後悔しないように人生を送るためにこのオーディションに応募しましたと語っております。ちなみに乃木坂46の5期生オーディションは応募総数が87,852人で、倍率が7,987倍にも上り、国内の単独オーディションとしては史上最高の高倍率となっていました。井上さんはこのグループの5期生の中でもかなり注目を集めており、公開動画が配信された時には再生回数が半日で100万回を突破していたほどインパクトがある登場でした。2022年2月に幕張メッセで開催された5期生を見立て会にて初お披露目されました。井上さんは歌唱力に定評があり、5期生の中でも中西アルノさんと歌唱力の高さで注目を集めております。以前に放送された乃木坂工事中にて残酷な天使のテーゼを歌う姿も非常に話題を呼びました。33枚目シングルのセンターとして大抜擢され、これからの活躍にさらに注目が集まっております。非常に大人びたルックスからモデルとしての活動も幅広く行っております。2024年11月時点では井上さんの単独写真集の発表はありませんが、5期生だけの写真集ではセクシーな表情を浮かべる井上さんも見れますので、ぜひご確認ください。今年に入りファッション雑誌ノンノの専属モデルに選ばれ、アイドル活動に加えてファッション分野でも注目されています。ファッション誌やテレビ番組などにも出演し、幅広い活動を続けています。個人的にも今後の活動が楽しみな女性アイドルさんです。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひチェックしてください。